劇場のメインファサードサンカルルシ国立劇場はポルトガル・リスボンにあるオペラハウス。1755年のリスボン地震で崩壊した定常オペラハウスの代わりとしてマリア一世一家の1793年7月30日に開演した劇場はリスボン市の歴史的中心地シアード地区にある。1792年 リスボンの商工関係者のグループが市の新たなオペラハウス建設へ資金援助することを決めた。劇場はポルトガル人建築家ジョゼダ・コスタ・エシルバの設計によるネオクラシカル様式とロココの要素を持つ建物としてわずか6ヶ月の後期で完成した。全体の計画はナポリのサンカルロ劇場、ミラノのスカラザといった大大なイタリアの劇場に明らかに触発されていた。 19世紀初頭、ナポレオン支配に対し、スペインで勃発したスペイン独立戦争の余波で首都、ナポレオン軍に占領されると、ブラガンサ王家はブラジルへ避難したため、サンカルルシ国立劇場を模範とした同盟の劇場がリオデジャネイロに建てられた。メインファサードには、ポルトガル国家の紋章の飾られた時計、アーチを描くエントランスホールがある。 劇場の名前は1790年にジョアン王子と結婚したスペイン王女カルロッタ・ジョアキナの名前にちなんで名付けられた。カルルシュはカルロッタの男性系である。美しい歌劇場は5つのボックス席と1148席がある。豪奢なロイヤルボックスはイタリア人ジョバンニ・アッピアンニによって惜しみなく装飾を施された。天井マヌエル・ダ・コスタ舞台は シリロ・ウォルクマル・マシャードの手による1793年の劇場コケラ落としの演目はドメニコ・チマローザ作曲ラ・バレリーナ・アマンテであった当時最も有名なポルトガル人作曲家マルコス・ポルトガルはイタリアから帰国後に劇場の音楽監督となった彼のオペラ作品はここで多く上演された年から年まで 続いたポルトガル内戦では、劇場は閉鎖せざるを得なかった。1850年、内部の照明が当時最新のガス照明に切り替えられた。その少し後、ポルトガル政府が個人投資家からサンカルルシュ劇場を買い上げた。数回の試みが失敗した後、電気照明となったのは1887年である。1935年から1940年。 劇場は改修のため閉められた。1974年、劇場常設のオペラカンパニーが立ち上げられた。1993年、ポルトガル交響楽団が創設された。ありがとうございます。